はい、見てます。こちらこそありがとうございます。大会開いてくれなくて。いやもうね、僕ができることはこのぐらいしかないんで。何言ってるんですか。いやほんまに、まあ、ゴージャさんの試合見れるだけ十分ですよ僕は。いやほんまそれどうでもいいでしょ。あ、どうでもいい。まあ行きましょう。じゃあワンピー側はこれがおそらく名古屋勢の当たり目さんですね。名古屋勢、はい、名古屋は来てるんですか。この間もね一回来てくれたんで。あ、そうなんですか、はい、すごいですね。そうですね。でワンピー側が我らが最初兵器のゴージャ先生なんですけども。いやもうなんか追い詰められてますよ、かなり。いや、ここからゴージャさんは多分ゴージャさんを1試合目遊ぶんで。あ、なるほどね、はい、確かにね、今ちょっと勝てるかもしれないですよ。勝てるかも。いや、多分これ負けますね。負ける、はい、負けるかな。多分次から頑張りますよ。大金当たるかな、やっぱり、うん、まあ、多分これは負けるでしょうね。あ、負けるか、はい、しょうがないですね。まあ、多分、あのランキングで、ああ、またしゃあないですね。あの、絶対しろって言われてたのに。本人が試合前に宝くじ買いに行くって言ってたから。あ、マジですか。じゃあ全部使い果たしてるんですね。いや、だから宝くじ今買いに行ってるんで。今買ってるとこですよ、これ。なるほど、インバラするよね、それ。そうですね。あ、逃げれなさそう。あ、逃げれた。いや、頑張れ、いけるいける。いけるんですか。和歌山勢なめんなっていうところをちょっと、ね、結構みんな強くなってますもんね。まあまあ、ゴージャさんわかんないです。いや、ゴージャさんも強いですよ。強い。あ、笑いですよ。さあ、割といい試合なんですけども、ジャットリガーもちょっと、おー、これは多分叩かれて死ぬんじゃないですか。あー、やっぱり。ゴージャスさんらしい芸じゃないですよ。いや、確定ですよこれ。まだこれから。あ、安い。いや、あれはね、ちょっと様子を見ましたね。あ、やばいやばい。いや、これからですね、多分今でもゲージを溜めてますね。接待完了ですね。さすがです。はい、まあまあ、まあ。